はい、こんにちは、花太郎です。今日はですね、オールドルーキーですね、4話まで見終わりましたんで、そちらの感想を言っていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、今日お話しする形がですね、こちらと、こちらですね、こちらと、あとですね、ちょっと時間があればなんですけど、こんな感じですね。はい、2話の方を2話じゃない、3話かな。3話の振り返りもちょっと細かくやっていこうと思ってますので、よろしくお願いいたしますと。はい、じゃあ行きますね。まず相関図出しときますね。綾野剛さん主演のね、ドラマ、綾野剛さんと、誰だっけあれこっちだ。新町亮太郎さんですね。新町さんと、あと、かなこさんっていう夫婦がいて、で、その方が、この綾野剛さんが転職しましたよという、はい、そんな感じのお話になりますって感じですね。で、全体の印象としてはね、やっぱ楽しく見てます。で、誰にでももう今の時代起こり得るセカンドキャリアの話とも言えるし、いわゆるそのスター選手だったこちらの新町さんが、今度は支える側に回るというね、そういうシンプルなんですけど、そういう変化とそこでどうなっていくのかなっていう感じの話ですね。だからやっぱ設定としては誰にでも起こり得る話ですし、家族と転職とかね、そういった感じのお話にもなると。あとはやっぱそのスポーツの世界の逆にこういうことを書くことによって、なんだろうな、スポーツってやっぱシビアだけど、なんだろうな、スポーツだからこそしかその出せないですよね。やっぱ綺麗っつうか美しいもんだなと、綺麗な言葉で言えばですよ。はい。そういうところで頑張ってる人たちのこともこう見えてくると。はい。そんな感じのお話になってます。で、自分もね、楽しく見てます。はい。で、あとは、後からも書きますけど、基本的には1、2、3話ぐらいまでで言えば、やっぱ細かくちゃんと作ってあるし、なんだろうな、ベタっちゃベタなんですけど、でもそれがお話だよっていう気もするし、その辺をやっぱりうまいことこの脚本の福田康さん書いてらっしゃるなっていう感じで、本当にシンプルに1話からスッと入れたので言えば、今期で言えばオールドルーキーが一番なのかなと。はい、そんな感じで思ってますっていう感じですね。で、あとここにも書いてますけど、スポーツのセカンドキャリアって書いてますけど、ここですね。基本的には転職ものにはなるんですけど、普通のお話と違うっていうところは、やっぱ何かを成し遂げた人間っていうことですね、この新町さんの方が。だからそこが本当で言えば、警備員からコンビニに転職するよとかさ、居酒屋からなんとかにね、ウーバーに転職しますって、それも一応転職の話っちゃ話にはなるんですけど、そこのところがなんだろうな、ちょっとファンタジーなんだけど、でもスポーツっていうところを入れてっていう、その辺が面白いところだなと。はい、そんな感じになりますっていう感じですね。じゃあ行きますね。じゃあ次、まずこの新町さんとかなこさんですね。で、自分はね、その新町さんの書き方っていうのもあるんですけど、一番ちょっと気にしてるのはね、かなこさんの書き方なんですよね。かなこさんをどう書いていくかっていうのが、その福田康さんの脚本で言えば一番気になるところですね。で、福田康さんで言えば、近々で言えば、未来の10カウントもそうですし、あと書けないっていうね、そういう脚本家さんのお話とかもあったんですけど、特に日曜劇場だからそうですけど、自分がちょっと期待してたのは、その日曜劇場ならではの奥さんの書き方ってあるじゃないですか。分かりやすく言えば半沢とかのね、奥さんの書き方ってどうなのかっていうところもあるし、そんなに男に都合よくっていうところもあるんだけど、なんとなく日本の中では縁の下の力持ち的なねで、女性は敵に回さないっていう、その日曜劇場らしさが出てはいたんですけど、そこに福田さんがどういう感じで書くのかなと、そんな感じで見てるという感じですね。だからドラマ的に言ったら、こちらの人ももともとスターだったっていう人ですよね。だからそこがどう感じていくのかとか、そう思うと、自分と全然知らない世界なんですけど、スターとスターの夫婦の話と思えば、それはそれでちょっと実際どうなんだろうねっていう感じにもなる作りにはなってるっていう感じですね。で、あとはそうですね。で、主演の綾野剛さんですね。だから綾野剛さんに関してはやっぱりね、自分はねちょっとドキュメンタリーとして見せます。こういうセリフを今この綾野剛さんがどういう形で言うのかっていうね、ちょっと下世話な感じなんですけど、でやっぱりね綾野剛さんうまいですお芝居うまいし、あとはあれここ意外とふわっとしたなみたいなところもあるし、その辺を楽しく見てるっていう感じですね。うん、そんな感じですという感じかな。でも俺綾野剛さん好きなんだよなそんな感じで見てますと。あとは今後の展開に関して言えばもうサクサクいってきますけど、一応まあ反町さんとかの話もありますよね。話もあって、まあ、梅屋敷さんとはなんとなくまだこうごちょごちょしてると。で中川大志さんと結構ね芳根さんとかあるのはあるんで、芳根さんとはちょっとねやりましたよね。3話とかでちょっとうまいこと絡めてきてやったんですけど、この辺の人がちょっとフューチャーされる時があるのかないのかですよね。で一応もう4話まで進んだんで、ゲストのスポーツ選手がねスケボーやってる女の子とか、あと最初誰だったかな忘れちゃったけど、こう進んできてるんで、その後こうちょっと掘っていくのかなっていう、その辺の感じはちょっと気にしてるっていう感じですね。またちょっと絡んできそうな気もするんだけどなっていう感じですね。まああとはね、まあ誰もが見てますけど、こちらの女の子は可愛いとそんな、まあそうですね、ここに岡崎紗絵さんもいますからね。そう思えば話はどっからでもまだ作れる感じではありますよねという、これだけ残してってね、余裕残しでもう4話まで来たと。はい、そんな感じですと。で、あとは、そうですね。だからここの4話に関しては、やっぱりね、好き嫌いというか、って思ったのは、やっぱりその、こちらの、反町さん演じるこの社長のね、高柳さんですね。高柳さんがなんか急にいい人になって、あれみたいな、そういうところはあったと。で、これに関しては、自分もね、ちょっとね、あれって今日、4話に関してあれって思ったのは、そのこれネタバレになりますね、気をつけてくださいね。こちらの綾野剛さんがもう一回ちゃんと受けてみるよっていうところが、そこがスンスンとすんなりいって、じゃあいよいよテストだってなった時に、そのテストのシーンが全然なかったとここはね、そのドラマの事情とかもありますけど、そこはやっぱちょっと見たかったっていうのがちょっとあるかな。だから絵的にですよね。だからスポーツのもう一回やるんだっつって、そのテストを真剣に受けに行って、でそこでっていう、まあそこはちょっと見たかったかな。だからそこがサクッと終わって、まあ引退試合って形にはなったんですけど、まあその辺はもうちょっと事情でしょうね、ドラマ作りのね。でも本当だったらなんかそれこそ新町復帰かみたいな感じにちょっとはなってたと思うんで、俺もそう思ってたんで、あれとそこ書かないんだっていう、そこはちょっと拍子抜けしちゃったけど、まあしょうがないかなっていう感じと、あとはここでなんとなくみんななんか仲間っぽくなっちゃってっていう感じですよね。そっからどう作っていくのかなっていう感じはしてるけど、まあそれはしょうがないとそんな感じで思ってます。でもまあトライアウトというか、あれは見たかったな、個人的には。はい、そんな感じで思ってますっていう感じですね。で、今後の展開言っちゃいましたね。はい、あとはこちら脚本の感じになるんですけど、やっぱり対立と葛藤の作り方ですよね。自分もちょっとうまいと思ったのは、この人もこの人でなんかくすぶってるよと。そんな感じですね。だからそういう意味では、まあ夫婦なんて、まあ一緒に住んでてもピタッと会うことなんてそんななくて、大体会ってないけどたまにピタッと会うと。時があると、なんかそういう感じの関係なんじゃないのかなと、そんな感じで思ってるっていう感じですかね。はい、じゃあね、もうパパッと振り返っていきましょうね。もう8分経ってるんで、じゃあこちらですね、こちらを見ながらちょっとね、もう忘れたかもしれないですけど、3話の方で振り返っていこうと思ってますっていう感じですね。ちょっと大きくしたんですけどね、やっぱりドラマ作りがうまいと。はい、そんな感じですね。これマラソンの回ですね、の感じで、まあここの最初のところでやっぱり繊細な選手感っていうのを出してきたと、そんな感じですね。で次がですね、娘かわいい、調子は良かったんで、そうだから調子は良かったと。でここはね、いけるかな、職業裏方。まあいっか。これこんな感じで貼っときます。もしよかったら、こう、なんとなくこう、大きくしてみてくださいっていう感じですかね。なんかここで、ちょっとうまいと思ったのは、そうですよね。だからやっぱりね、ベタの使い方がちゃんとうまいっていうことになるんでしょうね。あとは日本語ですか。そうですね。だからこことかもちゃんと引っかかる言葉を入れてるんですよね。マラソンの選手がサッカーで日本代表までなった人ならアスリートの気持ちは分かってくれるでしょうって書いてるけど、そういうセリフが出てくると、いや、そんなことないよって、なんか人間の心理として思ってしまうと。だからこういうなんかね、セリフの使い方がちゃんとうまいと。そうですね。で、まあ、ここでまあ3話のところで、今度は綾野一人でやってみろと。ところで、まずやって、また振ってと。まあ、だからこの辺のね、やっぱり話の作り方がやっぱりうまいなと思ってるっていう感じですね。で、あとはまあこれ見ながらでもいいんですけど、先ほど書いてましたけど、基本的にはその未来の10カウントとかでもそうですけど、やっぱ人間の書き方、まあ、人間の書き方がうまいっていうか、人間を描こうとしてるっていう感じですね。だからそのストーリーってもちろんあるのはあるんですけど、なんだろうな、ストーリー、面白いストーリーを描くっていうのもあるけど、じゃあ面白いストーリーってなんだって言ったら、やっぱり人間ってなんかこんな感じになるとなんか面白いよねっていうこともないけど、なんだろうな。まあ人間に対するちゃんと愛情が感じられる作がこの頃続いてるっていう感じですかね。だからそれをちゃんとうまいことな、そのベテランさんのテクニックを使ってこう書いていくと、だからこそ話も入りやすい。だから話の入りやすさとかいうのも、なんだろうな、まあ脚本って難しいんですけど、結局はなんとなく分かるものを書く、分からないものを書くっていうのもあるんですけど、なんだろうな、最終的にはやっぱ分かるものとして届けるっていう、そういう意味では、まあ、例えばその書いてる作家さんの置かれてる現状と、まあ、見てる人ですね、視聴者の現状って全然違うと思うんですよね。もう脚本家さんの生活なんて誰も知らないし、ね、自分らが思いも想像もつかない生活をされてると思うんですけど、そうですよね。で、まあ、例えば脚本家さんとしても、そのスポーツ選手のとことかも、まあ、取材とかやったとしても、最終的には分かり合えないんだけど、分かり合えないっていうか、全然違う生活もしてはいるんだけど、その、例えばそのスポーツ選手のね、この2人のもうスターっちゃスターじゃないですか、一般的から見たらスターな選手とかと、例えばその、一般庶民ですよね。庶民がどのくらいのことを言うのか分かんないですけど、その庶民とのなんかその共通点とか、なんか共通項とか、ここはこうなっちゃうよねとかね、まあそれこそドラマで言ったら出会いと別れなんてもうベタベタなんですけど、まあ極端な話、ドラマなんて出会いと別れしかないと。誰かと誰かが出会って誰かと誰かが別れるっていう、そういう話しかないじゃないんですけど、その辺をうまいこと組み合わさって楽しく見せるかと。そんな感じですよね。で、あとはまあ今回の設定にしてみれば、そのまあ男性の方とかでも、なんだろうな、今までずっとまあ自分の学生の時の友達とかもそうですけど、自分はフラフラしてるんですけど、そのまあ例えば50年60年勤め上げるっていうことのなんかとか、なんだろうな、で選択肢っていっぱいあるわけで。ね、ここで辞めるっていうことも一応日本の自由な社会だったらできるわけだし、いろんな選択肢があった中でここでこう決めてこうっていう、でこういうことを見せることによって、まあ自分がじゃあセカンドって言って、まあじゃあ次転職するとなったらどんな感じになっちゃうのかとかね、で一つの位置である程度は、まあスポーツ選手ほどではないにしても、ある程度の位置っていうこともないけど、気づけた人がじゃあ他のところに行ったらどうなのかとかね、いくらあれの人でもさ、コンビニ行ったらさ、コンビニで簡単にさ、みんなさ、ポッポってやって、こう、なんかこう、レジ打ちとかやってくれてるけど、じゃあ自分がやれるかって言ったら、最初やっぱ戸惑うだろうしね。なんかそういうことも含めて、なんかっていう感じですかね。だからやっぱりその、自分らの世代って多いからこそ、まあ刺さりやすくなって、まあ日曜劇場にちょうどいいんじゃないのかなっていう気もするし、それどころじゃないんだよっていう若者の気持ちにもなんとなくわかると、もうちょっとシビアになってきてるような気もするしね、そうじゃないのかもしんないし、そんな感じですかね。ぐらいかな。そうですね。だからこのところでちょうど良かったと思ったのはこの3かどっかに書いてますよね。なんか3人の負け犬が揃ったみたいな感じになったんですよね。その芳根京子さん演じる人と秀島さんですね、このゲストの秀島さんと綾野剛さんがっていう感じですよね。まあね、ちょうどうまい脚本だと思います。うまいっていうか、まあ当たり前なんですけど、プロだから当たり前だよって言われるかもしれないけどそんな感じだったんで、まあこの辺はね、後でもし暇な時に、あれちょっと待ってください、あれこっちだ、暇な時にでも自分も読んでみようと思ってます。パッと話そうと思ったけどね。ここなんか無理があるかもね。アスリートはみんなわがままだって言われてるな。うん。そんな感じですね。ここなんか書いてるな。構造の勝利って書いてるけど、ちょっと意味わかんないな。芳根さんと秀島さんの反復は、どういうことなんだろう。ちょっと見てみないとわかんないですけどね。はい。そんな感じです。っていう感じですね。はい。だから自分が一番ちょっとまあね、結局別れちゃうなんてことにはならないと思うんですけど、新町さんと新町さん夫婦ですね。新町さん夫婦がどうなるかっていうのと、あとはこちらのね、人たちがこうどうなっていくのかっていうのも含めてちゃんと楽しみにしてますということでおすすめですと。はい。